皆さんこんにちは、マーキーです。ティー君です。ティー君は冷たい飲み物とぬるい飲み物どっちが好きですか？冷たいの。やっぱ冷たいのがいいよね。うん。でもさ、今ぬるいやつしかないから、これを使ってわずか3分で飲み物を冷やしていきたいと思います。はい、冷やしていきましょう。はい、はい、レッツゴー。はい、では道具を説明していきたいと思います。はい、はい、まずは缶の飲み物、これはね、何でもいいです。一応念のため、マーキー用のカフィー、そして氷、ボウルに入った氷を用意しました。はい、そしてどれぐらい冷えたか分かるように温度計、そして1回に1台はあるプラレール。どうやってね、冷やすんだろう。楽しみでしょ。うん、ね、じゃあアングル変えて早速やっていきましょう。はい、はい、では早速やっていきたいと思います。はい、まずね、このボウルに入った氷、この上に飲み物乗せます。はい、ね、いい感じに、この方がいいかな。うん、そしたら、一応これネットで見たんだけど、ちょっと詳しいやり方書いてなかったんで、どんな感じかわからないんですけど、ちょっとやってみます。はい、その前にあれだね、冷やす前の状態の温度を測っていきたいと思います。はい、はい、じゃあね、測っていきます。はい、はい、入れてみます。 23.9、 これが冷やす前の温度です。はい、これより下だったらかなり冷えたっていうことだね。うん、よし、一応ひーくんね、飲んでどんな感じか教えてください。ぬるい。ぬるいか、うん、どれどれ。マーキーも飲んでみます。うん、ぬるい。これじゃあね、夏の暑い日とかは大変だわ。冷えてないからね。ね、これで、うん、プラレール。プラレール取ってみる？楽しみでしょ。うん、一応ね、これ電池ちゃんと入ってるかな。まあ、大丈夫。でこれで、こうね、こううまいことかまして、ちゃんとなるかどうかだけ。なったなったなったなりました。オッケーオッケー。こんな感じで氷の上を滑らせて回して冷やします。はい、だいたい3分ぐらいね、やるといいって見たんで、ちょっとやってみましょう。はい、じゃあ大体ね、3分ぐらいやっていきたいと思います。はい、はい、よーい、スタート。これね、 3分後また見せたいと思います。はい、ね、氷水にしようかと思ったけど、意外と氷だけでもいけそうだな。うん、面白いね。え、すごいよね。5、4、3、2、1、ゼロー。はい、3分経ちました。止めます。はい、どんな感じになったのでしょうか。ね、途中ね、この缶がすごいね、あの氷が溶けて濡れちゃって空回りしてたんで、途中からね、指を置いてちょっと押さえて回してました。はい、はい、ちょっとね、オレンジジュース取り出して見てみましょう。はい、どれどれ、まず触りますよ。はい、お、結構冷えてる。すごい。もう超冷えてる。固まっちゃうよって。すごいね。うん、でちょっとね、開けて、うん、温度測ってみます。はい、さっき 23.98 ぐらいだったから、これよりどんぐらい下がったか。楽しみ。入れます。はい。はい、豆乳。豆乳。
もうすげえ下がってる。え？6以降。嘘だろ。嘘だろ。嘘だろ。こんな下がんの？うん。ね？なんで？ 2.5 とか。さっき24度だったから、うん、22度ぐらい下がってる3分で。マジすご。マジすごくない？マジすごい。こんな簡単なシステムなのに。このペットボトルもね、いけ、サイズ的にね、大きさ的にいけるのかどうかだけ確認したいと思います。このボールだといけないな。あ、斜めにすれば、もしかしたら。ちょっとね、なんか斜めになってワインみたいになっちゃったけど、できるかどうかだけ確認してみましょう。抑えればギリギリいけるかなって感じだな。うん。あ、やっぱ缶が一番だね。うん、缶が一番できるね。あ、これはね、ゆっくり冷蔵庫で冷やした方が良さそうです。はい、はい、ということで本日は氷と缶に入ったジュース、そしてこのプラレールを使って急速冷却やっていきました。はい、めちゃくちゃ冷えたね。うん、めちゃくちゃ冷えた、ね、もともと24度あった、飲み物が3分で、わずか3分で2度。マジやばいよこれ。2度になったお飲み物、ひーくん、ちょっと飲んでみてください。はい、 はい、ぬるい。冷たい。冷たい。ちょっと飲んじゃおうかな。さっきより超冷たい。ほんと？でもぬるいでしょ、3分しか経ってないんだから。いや、ちょっと冷たい。冷たい。最高だね。うん、イエーイ。成功した。実験成功しました。実験成功です。イエーイ。いやー、これずっとねやりたいなと思って、やっとね時間がね作れてできたのでね、すごい良かったです。うん、ね、じゃあ皆さんも急に冷たい飲み物を飲みたいなと思ったら、氷に缶ジュース入れて、一家に一台あるプラレールを使って冷やしてみてください。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画がいいと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。せーの、終わりー。